んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、認めてもらえないという恨みをやめるです。人に認めてもらえないと腹を立てる人たちがいますよね。認めてもらえないという人たちには2つのタイプがあります。1つは、大したことをしていないのに自分が頑張ったから認めてほしいという人たちです。この人たちは心がまだまだ子供で、結果や成果に関わりなく、自分は頑張ったんだから褒めてほしい、認めてほしいと思っているんです。でも成果が伴わないのに頑張ったから認めてあげるというのは、それは甘い親くらいなもので、社会人になったらそれは一切ありません。例えばレストランであなたが料理を食べていて、それが大して美味しくなかったとします。でもコックがやってきて、自分はとても努力しました、頑張りましたと言っても、あなたは褒めないでしょう。ということで、社会ではそれは認められないんです。このタイプの人たちは今すぐ大人になる努力をすべきです。もう一つのタイプは、そこそこ結果は出せているけれど、それでも認めてもらえないという人たちです。この人たちは実は心の中がかなり傲慢で、自分のことは認めるけど、他の人のことは何かとケチをつけて認めません。この人たちは特に自分の親を見下しています。結局、人のやっていることや成果を認めないから、自分が認められないというカルマに陥っているわけですね。今回の誘導瞑想はこういうタイプの人たちのために作りました。自分がちゃんと成果を出しているのに、それでも認めてもらえないという人たちです。認めてもらえないだけじゃなく、褒めてもらえないとか大切にしてもらえないという人たちは、自分が人を認めない、褒めない、大切にしないということですから、この誘導瞑想を応用してくださいね。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは認めてもらえないっていつも怒っているよね。ちゃんと成果を出しているのにね。上司はいつも他の人を褒めて、あなたは褒めない、悔しいね。それで密かに恨んでいるんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそうやって自分の仕事が認められないからって恨んでいるから、仕事は面白くないし、他の人とも仲良くできないんだよ。他の人が認められているのを見ると悔しくて、その人が憎らしくなるから、人間関係も楽しくないよね。でもね、あなたが認めてもらえないのは理由があるんだよ。あなたは今までちゃんと人を認めてこなかったよね。自分ばかり偉いと思っていて、他の人はできていないと思って認めてこなかったよね。子供の頃からお父さんの能力やお母さんの働きを認めてこなかったよね。そして偉そうにけなしたり、大したことないってバカにしていたよね。自分が人をちっとも認めてこなかったから、自分が人に認められなくなるんだよ。あなたがしている悔しい思いは、かつてあなたが人をそう扱ったからなんだよ。人は自分が人にした分だけ人から返ってくるんだよ。人に悔しい思いをさせたら、自分が悔しい思いをするよ。自分が人を認めたら、自分も人に認められるよ。だから自分が認められたいなら、もっと人を認めなさい。
お父さん、お母さんの働きを認めなさい。あなたにはできないことをしてくれたよね。上司や同僚の仕事もちゃんと評価して認めなさい。そうしたらあなたの努力や成果も認められるよ。その方がいいよね。大人の自分はあなたを見守っているよ。